総計で2000人ぐらい行方不明になったんだったかなでね学長も確かね刑務所行ってんですよねでもやりたい放題っていうそういう大学に未だにお金が税金として投入されてます えっと、はめまして、ひろゆきちゃん。日本がアジアの超大国として継続して君臨し続けるには、大学の教育水準の向上が欠かせません。日本には大学が多すぎます。えー、私立大学が192個もあるんです。馬鹿でも無能でも大学に進学できるのではなくな、ね、い。無能は大学に進学すべきではないと思います。 私立大学か公州大学ぐらい残して岡は潰すという考えは可行でしょうか。要はニットコマ千谷みな難山柴浦工業よりも下の大学を無くせばバカア大学に限かれます。え、フランが日本衰退の要因だと思いますか。別にフラン自体が日本衰退の要因だとは思わないんですけど、ただその役に立たないような大学というところに行くために、だいたい年間に200万とか300万とか学費を払うことになって、で今の日本の,あの大学の卒業生の半分の人は奨学金をもらっているので。 日本の大学卒業生の半分が2、300万円の借金を持ってるところでスタートっていうところで、で、そのせいで、どうでもいいちょっと給料高めの会社に就職せざるを得ない人が多いんですよね。例えばフランスの場合って学費タダなんですよ、ほぼ。 ま、教科書代とかで5万円ぐらいとか、あの、買ったりするんですけど、とはいえでも、あの、学生の場合って働いてないから、家賃補助みたいなのがあって、なんか年間に10万とか20万円ぐらい家賃補助もらえたりするんですけど、まあ、置いといて。なので、あの、フランスの大学の卒業生って、卒業した後に海外旅行したりするんですよ。大学卒業したので、じゃあバックパッカー1年やってみます、みたいなとか、じゃあワーキングホリデー制度でオーストラリアに行ってちょっと半年ぐらい働きますとか、カナダに行ってちょっと働きますとかっていうので、その、 で、その知見を広めて、で、その間に自分って何の仕事したらいいんだろうね、みたいなことを決めたりとか、うちらのなんか他の国とか行かなくても、じゃああのなんかエ r BNB とかで自分の家を貸して、で、その旅行者からお金をもらいながら自分は彼女の家で暮らして、なんかこんな仕事したらいいよね、みたいなんで、なんか企業のアイデアだったり、俺こんな産業来たいよね、とかっていうのを考えたりするっていう、そういう余裕のある大学生って結構多いんですよ。もちろん金なくていきなり働いてる いっぱいいますよ。っていう、その、大学生が余裕あるっていうのが結構大事だと思ってて、じゃあ、その、Facebook とかを作った人たちとか、じゃあ、Google の人たちとかって、やっぱりその、20代なんですよね、起業してるのが。 これめちゃめちゃうまくいくんじゃねえみたいなので,で、30代、40代の人たちっていうのが、あの、思いもしなかったようなものをやってみて、で、そこの情熱と時間は大量にあって、暇な友達もいっぱいいるので、そこでひたすらサイトをこう、なんか立ち上げてって、ユーザーを増やしてって、他が追従できないようなものを作って、で、投資家のとこに行って、僕はこんなサイトを作っていて、ユーザーがこれぐらいいます。 で、大企業が同じものを今から作ってユーザーを集めようとしても10億円ぐらいかかりますよね。でも今5億円投資したら、 あなたにその権利を40%上げますよ。5億円くださいっていうと、あ、じゃあ5億円でその権利が40%もらえるんだったらいいですよ。投資しますよっていうのがあって、20代の人とかでも、じゃあ5億円の投資とか10億円の投資とかをバンバン引っ張るみたいな。で、5億円の投資をもらった状態で、あの投資会社から5億円もらったんで、あなたの会社も投資しませんかたった1%です。もう1億円で投資できますよってなると、まあ、あの投資会社が投資したんだったら、1%でも1億か、まあ、ワンチャン 貼っとくかみたいなのでまたたた投資金金額ゲットみたいなののでででめめちゃめちゃゃおがが増えるるっっていうのがあったりするんですんよでも、残念ながら日本の大学生の半分はその権利がありません。なるなら借金があるので、働いて返さなきゃいけないからです。<laughs> 要はその、卒業した次の月から、あの、奨学金の育英会から、振り込み入ってないですけど、どうなってますかあの、今月5万円返済するはずですよね。なんで払わないんですかっていう電話が来ちゃうんですよ。 実家だったりとか、バイト先だったりとか、っていうのがあって、で、利子も増えるよねっていうのがあるので、働かざるを得ないっていうのになっちゃうんですよね。なので、その、自由な大学生がそもそもいないというのが、割と原因の人だと思うので、なので、その、奨学金という制度が良くないので、なので、その、借金を押さないようにした方がいいよねと。なので、その、な、えっと、えー、とその、質問の知りたいから減らした方がいいよねって話に戻るんですけど、 その、なんで私立大学がこんなに大量に生き残ってるかっていうと、そこの借金を負わせることで学費を払わせるっていうのと、私立大学にも食いからの税金に突っ込まれてるのかなんですよね。 某かけなんたら学園みたいなところがあって、その獣医学部を作るぜなぜならこの地方には獣医学部が必要だからって言って、税金突っ込んで作ったんですけど、獣医学部に申し込む人全然いなくて、外国に行って、獣医学者になりたくないですかって宣伝打って、外国人の人が、じゃあ行くわって言って、外国人の人がどんどん来てて、日本の税金で獣医学部を作ったんだけど、その税金で外国人の人が獣医 のスキルを得て外国に戻るっていうのをやってるんですよねでもそれも学生が一定数いるのでちゃんと国の税金が入ったりするんですよ で、そういうパターンだったりとか、あと、えっと、東京福祉大学だったかな代々木ゼミナールがもともとあったところを買い取った大学で、で、そこも、あの、フランク大学のほうで、日本人の学生が全然集まらないので、外国人めちゃめちゃ集めたんですけど、で、その時に、あの、外国人たちが、日本に行ったらバイトできるし、全然稼げるんじゃねえっていうので、東京福祉大学に行くんだけど、授業には全然行かなくて、ずっとバイトに明け暮れてっていうので、 確かね、総計で2000人ぐらい行方不明になってたんだったかないや、その外国人として入学しますって言って入国してるんだけど、結局その,あの授業にも来ないし、今その人どうなってるんですか分かりませんっていう人が総計2000人みたいな。でね、学長も確かね、刑務所行ってんすよね。なんだっけパワハラな、何かちょっと忘れちゃったんですけど、なんか刑法に引っかかる行為やって、 で、あの、刑務所に行って、で、いやいや、そんな刑務所に行くような人が学長やってちゃまずいでしょうっていうので、文科省と揉めたんですけど、留学生バンバン2000人ぐらい行方不明になってるってつもあって、で、それまずいでしょうってなってたんですけど、一応文科省に対して、そのもうこれから行方不明者出しませんよと。 で、あんな刑務所に入ってる人を、もう理事長とか理事会とかには戻しませんよ。だから、うちの大学をそのまま存続させてくださいって言って、じゃあ、しょうがないから存続させるわって言って、で、その後、理事長が刑務所出てあ、元理事長がね、刑務所出て、いつの間にか理事になっていて、その、いや、理事長にはしないです。理事に戻しただけですって言って、確か今、理事長に戻ったんですよね。 <laughs> でももう、ほら、昔の話でもう今更取り消しってできないから、理事長に戻ったとしても、文科省は処分ができないっていうのがあって、もうやりたい放題っていう、そういう大学に未だにお金が税金として投入されてますっていうのがあるので、なので僕はあの、エフランク大学は潰した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。え、クラスター大学1回生です。今年受験者数が激減したのですが、 大学の偏差値や地位が下がることはあるんでしょうかあります。就職に影響はあ,、まありますでしょうかあります。まあ、あの、大学潰れる場合っていうのがあるので、あの、もうそのえ大学ないんですけどねっていうパターンもあるし、 その偏差値が下がが下るるととと、まあ、聞いいたたことがない名前の大学だ人人事にっってググったりすすんですよ、まあ、僕もググるんですけどでいく,らい,くぐらい,いくつぐらいの偏差値かなっていうのを見てあ F ランねふーみたいになったりするので偏差値低い大学出身っていうとその自分が通った頃は偏差値高かったとしても現在の偏差値が低いと、まあ、例えば自分が通ってた頃に50だったとして現在35だとするとあ偏差値35の人なのでって見られちゃうんですよ。 なので残念ながら厳しいんじゃないかなと思います。